オタク感強くないですか。そうですね、いやかっこいいっすね。かなりいいでしょ。すごいスタイリッシュですよ。自分の形に馴染んだことはね、履きやすいし疲れにくい。はい、どうもバスケのDCです。はい、今回ですね、レターズからですね、最高のアイテムがまた入ってきましたよ。ほう、あ、レザーですか。あ、こちらはですね、ご紹介してないですよね、まだしてないですよ。まだしてないですよね。まだしてないですよ。そうなんですよ。こちらのね、レザーもファーストデリバリーで入ってきました。はい、今回ね、エクリューとブラックの今回ゴートスキンを使用したね、はあ、こちらのレザージャケット、ウエスタンのこう割とシンプルでサラッとしててかっこいいんですよ、これも、うん、いいですね。これはまたちょっと後日ね、ご紹介させていただきたいと思います。ちょっと物も少なくなってきてるんで、近日中にはね、撮影させていただきますので、よかったらちょっと、はい、ご期待ください。そしてね、今回私が紹介したいのはそれじゃないんですよ。あら、まそれじゃないんですよ。でもアクセサリーも紹介しましたよ。アクセサリーも紹介しました。こっちに載せておきましょうかね、はい、アクセサリーはこれですね、なんか僕たちがですね、連日電話なんか立ち回りで立ち回りで、ね、になりました。そうなんです、はい、こちらもよかったらご覧ください、はい、シルバージュエリーですね。はい、この回でもなく、はい、はい、今回ご紹介するのはですね、こちらのアイテムになります。はい、ブーツ、はい、ウエスタンのロングブーツが到着しました。かっこいいですね、はい、これ去年はですね、秋冬は去年の秋冬コレクションからですね、この手のロングブーツ、ちなみにこっちは秋冬のコレクションのブーツとなっております。スウェードタイプ、ね、はい、スウェードタイプですね、から展開しているブーツですね。はい、今回新型のとなっているのはこちらのウエスタンロングブーツの黒、はい、あー、オールブラック、オールブラックです。前回はですね、刺繍が入ったね、かなりウエスタン要素の詰まったねブーツだったんですけど、今回はかなりこうシンプルなウエスタンブーツとなっております。シンプルかつスタイリッシュ、そして僕の好きなラグジュアリー、このね要素がしっかり詰まったアイテムです。ちなみに僕も履いてるんですけど、まだ映さないですよまだ映さないですよ。僕もすでにもう買ってます。あら、買いました。はい、そのぐらいね、結構もう僕はもうこのねロングブーツのファンなんで、もしかしたらですよ、ロングブーツも言っちゃえばこう、多分ゆういちさんって大体まあ 2,3 シーズンぐらいでブーツ変えるじゃないですか。確かに形変えますね。そうなんですよ、もしかしたら今回見れるの最後かもしれないです。ラストラン、ラストランかもしれないです。 はい、なのでね、よかったらこちらのねブーツの方をね、まあちょっと分かりやすく、そしてスタイリングまでね、お見せできたらなと思っております。よかったら最後までご覧ください。はい、このバーセーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますセレクトショップバーセーのチャンネルとなっております。メインはですね、商品の紹介とスタイリングの紹介、そして、取り扱いのですね、和感シルバースミスやトゥアレグジュエリーといったシルバージュエリーですね、シルバーブランドも取り扱っております。そして香水はですね、サノマというフレグランスブランドを扱っておりまして、今はですね、お香やシャンプーやトリートメントといったね、プロダクトもやってます。ちょっとね、サノマに関してはですね、また近日中に新しいプロダクトがあるっぽいので、そちらの方はまた交互期待という形にさせておいていただきましょう。そして、最後はですね、スーパーセブンティスリーやアルコンといった、e バイクのですね、カスタム動画やレビュー動画、走行動画などもですね、毎日19時に更新しているチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押して、他の動画もたくさん見てみてください。それでは早速こちらのブーツの方をですね、簡単にご説明していきましょう。はい、では早速今回のですね、ウエスタンのロングブーツをですね、ご紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、皆さん初
コレクションに出たそのステッチ入りのロングブーツ、形はね全く一緒なんですよ。でもねやっぱ結構数入れてたんですよ。でもねすぐなくなっちゃいました。ブラックは特に、はい、早かったです。もう大体ですね、うちのお客様がですね大体サイズが7、こちらこのねどっちかなんですけど、かなり力入れてたんですよ。そうけどね買えなかった方がただいらっしゃると思います。で今回新型でね、こちらのステッチナイタイプが出ましたので、そしてネット素材もカウレザーではありますけど、またちょっとねこうあの、まあ、素材感変わったねあのデザインとなっております。はい、こちらのねアイテムはですね、まあ、去年の秋冬のステッチ入りのねかなりウエスタン要素を含んだデザインに比べて、あの履きやすくなっているっていうのはもう一目瞭然かと思います。はい、で僕もすでに履いてるんですけど、かなり評価が高いですね。ポインテッドになってますね。そうフォルムがすごく綺麗なんですよ。かなりシャープに作られてます。そうだからね、なんかこう履いてても合わせやすいし、でなおかつ、製法はグッドイヤーベルト製法ですね。はい、グッドイヤーなのでこういうあの小刃にあのステッチが入ってるんですけども、かなり小刃のフォルムも細いです。結構小刃ってねグッドイヤーだったらもう少し出るイメージなんですけどね。バースへの入荷はですね、はい、この2サイズ展開なんですけど、金額どっちに出しておきましょうか。あ、じゃあ下に出しておきましょうか。あ、いや、右に行きましょうか。こっちに行きましょうか。こっちに行きましょうか。はい、こちら143,000円になります。おお、はい、でも去年と比較がね、まあ、しやすいんですけど、はい、去年のと比べると、まあ、デザインのステッチがねない分で、あの金額去年より少しお安くなっております。じゃあ去年のこっちやっていきましょうか。そうですね、去年のデザイン。結構ね、薄手になってもすごい存在感あって格好いいですよ。そう、ウエスタンブーツって意外とみんなね
歩きやすくはなってくると思います。はい、でなんかこうヒールがじゃあ高いから歩きにくいかって言ったら全然そうでもなくて、僕はもうほんと年中ブあのウエスタンブーツを履くタイプなので、これでずっともう歩いてますね。まあなんかこう自分の形にですねこう沈んできて、まあグッドイヤーの作り込みっていうのはやっぱこうかなり、履き込んでいくごとに自分の形に合うと、それがやっぱグッドイヤーウェル製法の、まあ、特徴ではないかなと思います。なのであんまり僕はね、まあ買い始めた時は硬いなっていう最初は印象ですけど、ずっと履き込んでいくと、ね、そういうのも忘れちゃうというか、なんか忘れるっていうよりかはちゃんと自分の形に合ってきて使いにくくなるっていうのが、まあ、事実なのかもしれないです。はい、そう、もう間違いないです。これはですね、よかったら、騙されたとか言ったらあれですけど、本当事実なんですよ。なので革靴はそのグッド、まあ、特に僕側にもお話ししてるのはグッドイヤーの話なんですけど、グッドイヤーとか特にですね、自分の形に馴染んだ時は、ね、歩きやすいし疲れにくいっていうね、逆になんか今までスニーカー履いてた人が、レターズのブーツをきっかけでブーツを履き始めて、でもスニーカーよりも楽になったっていう方も中にはいらっしゃるんで、本当にそのぐらい自分の形にフィットすると、すごく、ね、馴染んで疲れにくくて、そして常にかっこいいファッションができるという、ね、そういうね、アイテムとなっております。サイズ、サイズ感は水の中でサイズは何でしょうか。僕がサイズ履いてるのがですね、こちら8になりますね。はい、僕うちが入れてる大きいサイズの方となっております。で僕8履いてるんですけど、多少なるとちょっと甘めです。なんか僕はピチピチなんですけど、僕はちょっとね、なんていうんですか、体の特徴的にちょっとむくみやすいっていうのがあるんで、あんまりにもピチピチで、まあ、セブンも入るんですけどね、履いてたらちょっと多少むくんできつくなるかなっていう印象があるので、僕は8を履いています。はい、ちょっと甘めにっていう。あとはなんか僕170cm なんで10kg、ちょっとやや細身なんですけど、セブンを履いたらなんか気持ちちっちゃく見えちゃうんだよね。紹介するものが多いので、はい、よかったらね、今後の動画も楽しみにしておいてください。最後まで。